島第一原発の汚染水対策の切り札とされる凍土遮水壁について原子力規制委員会が凍結の開始を正式に許可しました。こちらの凍結管が地下30メートルまで達していまして、このいくつもある凍結管が凍ることで氷の壁を作っていくということなんです。凍土遮水壁は1号機から4号機の建屋を取り囲むように氷の壁を作り、新たな汚染水の発生を抑える効果が期待されています。規制委は建屋内の汚染水が外に漏れ出す危険性などを避けるため3回に分けて凍結することで運用を認可しました。東京電力は明日にも凍結を開始しますが、氷の壁が完成するのは早くて秋ごろになる見込みです。凍土遮水壁にどの程度効果があるかは評価が分かれています。